こんにちは。僕がいつも動画の合間にちょくちょく変なことを言っているのは、お笑いなどではなく、あざけ笑わないです。テッドー！はい、ということで、今回は人気お笑い芸人さんの数あるコントの中でも、特にカルト的人気を誇る、面白さと怖さが見事に調和したブラックすぎるコントを、このネットのピエロが、今回は淡々とご紹介していきたいと思います。で、今回はコントのざっくりとしたあらすじや構成をご紹介する感じで、核心部分は濁しているので、気になる作品があればぜひ公式動画なり DVD なりで実際の作品を楽しんでみてくださいってぐー。ダンボくん。ダンボくんは人気兄弟芸人の千原兄弟さんのネタで、数ある怖いコントの中でもひときわ異彩を放つ傑作としてお笑いマニアたちの間で語り継がれています。その内容ですが、薄暗くどんよりとしたとある場所で、コミカルな顔が描かれた段ボールをかぶった謎のキャラクターダンボくんと、教育番組に出てくるお兄さんのような格好をした千原ジュニアさんが舞台上に立っています。そこでお兄さんがダンボくんに様々な質問を投げかけ、ダンボくんがそれに返答するというスタイルでネタが進行していくのですが、ダンボくんはなぜか言葉を話すことができないようで、お兄さんが質問した後にあらかじめ録音してある音声をお兄さん自身が再生することで会話を成立させています。はじめのうちは教育番組を思わせる愉快なやり取りが続きますが、中盤以降は不穏で不気味な雰囲気を漂わせ始め、途中でお兄さんがダンボくんの被り物を外した時点で、このネタの恐ろしさがピークに達します。被り物を外されたダンボくんの中身はなんと、タオルを巻かれ口を封じられた男性で、よく見ると手足も縛られ身動きも封じられています。また会話が録音の音声データで進行していく点もミソで、当初はダンボくん、お兄さんと〇〇するしたい、〇〇するには〇〇を使うといいよ、頭がいいなぁなど当たり障りのないものでしたが、ダンボくんは将来何になりたいの、したい〇〇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 
終的にはダンボ君とお兄さんの関係も判明し、コントは衝撃の結末を迎えますが、その内容から視聴した人たちからは最高すぎる、トラウマになるなど、お笑いとは真逆の感想が飛び交っています。ちなみにこのネタを作ったジュニアさんは、このネタで爆笑が生まれると期待していたものの、あまりの狂気に引いてしまった観客を見て、なんでみんな笑わへんのやろと不思議がっていたのだそうです。留守電。留守電は人気お笑いコンビバナナマンさんのネタの一つです。職場の上司との飲み会を終え、深夜に帰宅した日村は、自宅の電話に大量の留守番電話が残されていることに気づきます。そこで留守電を再生してみると、旧友の設楽からのメッセージが大半で、メッセージによると日村と直接会って話がしたいらしく、彼の自宅近くまで来ているとのことでした。また設楽は日村に会うために自身の行動や居場所を逐一留守電に残し、日村からの折り返しを待っている様子でしたが、時間の経過とともに徐々に様子がおかしくなっていきます。最初のうちは時間を潰すために立ち寄った居酒屋で女の子と仲良くなったと上機嫌の報告でしたが、どうやら実は悪い連中に騙されていたらしく、後の留守電では暴行を受けて金銭を巻き上げられたと涙声に変わっていました。そのような状況に動揺する日村が恐る恐る留守電を聞き進めていくと、それから設楽は自身から金銭を騙し取った男が一人でいるところを武器を持って不意打ちし、金銭を取り返したとのことでした。しかし相手は暴力団の組員だったらしく、その男は組を挙げて設楽を探し回り、結果捕らわれてしまった設楽は言動が尻滅裂になっていき、だんだんと人格が崩壊していき、それから設楽は後戻りのできない状況へと追い込まれていきます。この作品は25分を超える長編ながらも非常に作り込まれた内容となっていて、緊張と緩和が絶妙に交わり、目が離せない展開が続いていきます。また2点3点する怒涛の展開から迎えるオチは衝撃的で、一度見るとしばらく忘れられない強烈なネタとなっています。最終は美大出身の人気お笑いコンビラーメンズさんのネタの一つになります。
旧友であり現在生物の教師をしているジャックに呼び出され、東京から地元の田舎に戻ってきたプリマはジャックと酒を飲み交わしながらお互いの近況報告や昔話に花を咲かせます。その中でジャックが学生時代に熱中していた昆虫の標本作りの話題になり、プリマはジャックに対し、大人になってその趣味もレベルアップして動物の剥製でも作っているのではと問いかけますが、それを聞いたジャックは突然動揺し話をはぐらかします。少し引っかかりを感じながらも別の話題を楽しむプリマでしたが、途中でジャックは買い出しに行ってくると席を立ちます。ジャックが席を外している間に偶然彼の生物の実験ノートを発見したプリマは好奇心から中身を読んでしまいますが、そこには豚、ウサギ、ニワトリなど実験で馴染みのある生物に加えて人間と記載されていました。それを見て動揺したプリマはきっと何かの勘違いだと恐怖を紛らわそうとしますが、周囲を散策しているうちにウサギとニワトリの剥製を発見し、再びノートに書いてあった人間が頭をよぎり青ざめます。そして恐怖で震えつつ疑心暗鬼に陥っていくプリマのもとに外出中のジャックから着信があり、てんてんてんといった内容となっています。お笑い界の奇才2人が生み出すシュールな空間は観客を引き込む独特の魅力にあふれており、25分を超える長編ながらもついつい見入ってしまいます。また作中を通し多くの伏線が散りばめられており、視聴後には思わずゾッとしてしまう恐怖感に加えて、どこか謎を解き終えた後の爽快感を感じさせるような内容となっています。貸したもの返せよ、貸したもの返せよは人気お笑いコンビインパルスさんのネタの一つで、日頃から板倉にたくさんのものを貸し続けている堤下はそれらが一向に返ってくる気配がないことにしびれを切らし、板倉を家に呼び出して貸していた品々の返却を迫ります。一方呼び出された板倉は家に着くなり突然アメリカ好きと堤下に問いかけ、堤下が好きと答えるとアメリカ風に土足で家に上がり込むなど反省を感じさせない身勝手な態度で振る舞います。また堤下に貸したものの返却を迫られても、1万円返せ、持ち合わせがないからとりあえず1000円、本返せ、持ち合わせがないからとりあえず帯だけといったようにまともに返ってくるものは何一つありませんでした。この対応に怒ってピリピリする堤下でしたが、これに対し板倉はいつもは気前よく貸してくれるのになぜ今日はそんなにピリピリしてるんだと問うと、どうやら堤下は彼女に振られた直後だったらしく精神的に不安定になっていたとのことで、堤下は八つ当たりに近い行動を取ったことを板倉に謝罪します。そしてそれを聞いた板倉は堤下に意外な一言を言い放ち、そこから話はとんでもない方向に急展開していきます。このネタは当時大好評だったお笑い番組エンタの神様で披露されたことで大きな話題を呼び、序盤は完成度の高い純粋なお笑いを、そして後半は一気にブラックな空気を楽しめ、短めの内容ながら非常に満足感を覚える作品であり、また序盤に出てきた会話の一部が終盤の伏線になっていたりと、見たものをうならせる緻密な内容となっています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て真面目に語ってないでもっとチンコとか言えと思った方は高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローと良ければベルマークの通知登録もよろしくです。バイ。はい、ということで賢者タイムなんですけれども、今回の動画はですね、まあちょっと普通に、なんていうんですかね、まあただただ解説するような感じになったんですけど、まあこれ別に、なんていうんですかね、まあ真面目にやる必要は別に1ミリも別になかったんですけど、なんでただ解説する感じの、なんかチンコとか別に言わなかったのかというと、なんか、取り上げるそのテーマがコントということですね、お笑い芸人さんの、まあ作品の中でも結構その、ちょっと深みのある感じの、なんか僕の中ではちょっと高尚な感じのイメージを持っててですね、そんな中でですね、まあ僕がいつも言ってるみたいな、なんか本当なんか低レベルな、まあ見てる人が飽きないようになんか変なこと言ったりしてるんですけど、ちょっと低レベルすぎるなっていうのがあるんでですね、ちょっと恐れ多すぎて、ちょっとなんかこんなちゃんと作り込まれたなんか作品を紹介するのに、なんかしょうもなさすぎること言っても、なんかちょっと申し訳ないなというかですね、そんなことがあってですね、でも、あともう一個はちょっとお笑いを好きな人、
人が、なんかそのお笑いファンの方がもしかしたらこの動画をね、普段僕の動画見てない人がまあこの動画見るかもしれないなっていうことでですね、でまあそういうね、ちょっとなんていうんですかね、その目が肥えてる、人が見るにはですね、まあ僕の動画というか僕の感じはですね、そういうちょっとお笑い好きな方の、からするとですね、ちょっと荷が重いなっていう、っていうことですね。ちょっと視聴に耐えうるものを提供できる自信がなかったので、今回はですね、ちょっと淡々とやりましたよっていうね、まあそういう感じでございます。はい。はい。さよなら。